高本城、近江の国滋賀郡滋賀県大津市にあったとされる、明智光秀の居城である、織田信長に統治を与えられた光秀によって、元亀2年1571年に築城された。だが、光秀没後に大津城の建築資材として再利用され、以降はほとんど残っていない。跡地が市街地になっているため発掘調査も乏しく、研究者の注目も集まらなかった。だが2023年、大津市の宅地開発に伴う現地調査で、遺構が新たに発見された。それは、これまで想像されていた坂本城の実態を塗り替える、画期的な新発見である。今回は、その新発見に関する話題も交えつつ坂本城の歴史と遺構について見ていく。僕は明智光秀。主君である織田信長を討って、天下人に躍り出たのもつかの間。毛利攻めの最中だった羽柴秀吉によって山崎の戦いで撃たれ、夢半ばに散ったのだ。あれから400年以上、無念のまま成仏もできず、幽霊としてさまよってるのだ。世の中はすっかり変わったのだ。僕たちの生きた戦国の世は、今や見るかでもないのだ。でも、この時代にも戦国の世に焦がれるものはいるらしいのだ。作家とか歴史学者とか、いろんな人たちが戦国時代の痕跡をたどって研究してるのだ。もっともそういう奴らの間では僕の評判はあまり良くないみたいだけど。いや、そうでもないぞ。誰なのだ？いつからそこにいたのだ？っていうか、僕の姿が見えるのだ。一気に聞くな、混乱するだろう。そうだな、一つずつ答えるが、まず、私は一階の歴史学者だ。アマチュアだし、作家の仕事の方が多いがな。なるほど、やっぱり戦国時代が専門なのだ。そういうことだ。で、いつからここにいたかというと、僕は明智光秀、主君である織田信長を討ってのあたりから聞いてたな。なんでこいつ、こんなところで一人芝居やってるんだろうと思ってた。そんな最初からいたのだ。誰もいないと思って油断してたのだ。で、私は昔から幽霊の類がよく見えるんだ。だからお前の姿も見えるし、声も聞こえる。ふん、でも歴史学者にしては戦国武将の幽霊に対する敬意がないのだ。いや、400年以上前の幽霊なんて今まであったことないからな。本当に明智光秀なのかどうかわからない。役作りをする舞台役者の幽霊かもしれない。失礼な、僕こそ物本の明智光秀なのだ。今のセリフでさらに怪しくなったぞ。なんだ物本って、今時言わないだろ。うるせえのだ、400年も幽霊してる僕から見れば十分に今時の言葉なのだ。そんなに疑うなら、現代の歴史学者が解明できてないことを教えてやるのだ。ほう、それは興味深い。実は、私の著書のほとんどは明智光秀を主題にしたものでね、謎多き人物である光秀のことを研究するのが私のライフワークと言っても過言ではない。特に今、興味を持っているのが坂本城だ。坂本城、懐かしいのだ。僕の後半生における、様々な要所を共にした居城なのだ。光秀は当時を回想しつつ、語り聞かせる。時は元亀2年1571年、9月12日。僕は信長の命により、比叡山焼き討ちの実行部隊の中心として戦ったのだ。そして翌13日、信長は僕に戦後処理を任せて下山、上洛することになったのだ。比叡山の事業や車両はこれから、何人かの織田家臣に分配して納めさせることにする。その中でも光秀、お前には近江の国滋賀郡5万石を治めるため、城を築いてもらいたい。僕はそれまで幕臣だったけど、滋賀郡を賜ったのを機に織田家臣に編入されたのだ。そして、この時に滋賀郡支配の拠点として築いた城こそが坂本城なのだ。比叡山延暦寺の監視、琵琶湖における政界権の獲得が主な目的だったのだ。琵琶湖は湖だけど、近江、野母もあるように淡水の海として認識されてたのだ。琵琶湖の政界権を得ることは、湖上交通を管理する立場になるということなのだ。西から京都へ向かうルートを大幅にショートカットできるのが琵琶湖だからな。ここを通れればあらゆる局面で有利だし、迂回することになれば遅れを取ることになる。そういうことなのだ。こうして築城を開始した坂本城、翌年12月には天守もほぼ完成してたのだ。そういえば、宣教師のルイス・フロイスも坂本城について書き残しているようだな。え、そうなのだ。ああ、フロイス日本史内の記述曰く、明智は近江の国の醍醐のほとり、坂本と呼ばれる地に邸宅と城塞を築いた。それは日本人にとって豪壮華麗なもので、信長が安土に建てたものに次ぎ、明智の城ほど有名なものは天下にないほどである。という感じらしい。それはつまり、日本国内において坂本城は安土城に次いで立派な城ってことなのだ。まあ、そういう読み方をするのが自然だろうな。うん、なるほど。フロイスのやつも、なかなかわかってるところもあるようなのだ。
プロイス日本史は僕のことを散々にこき下ろしてるイメージだったのだ。狡猾だとか裏切りや密会を好むだとか本能寺の変後の政策は大失敗だったとか。まあその辺に関してはある程度多めに見てやれよ。フロイスは信長の許しを得て機内での宣教活動をしてたんだからな。その信長を害する者に関しては悪く書かざるを得なかったんだろうさ。そういうもんなのだ。坂本城のこともそうだが、織田家臣だった頃に関してはそれなりによく書かれてるしな。築城について造形が深く、優れた建築手腕の持ち主だった。主君とその恩恵をわきまえていた。戦いに熟練の士を使いこなしていた。と、言った具合にな。そういうことなら、まあ、許してやらないこともないのだ。そうかそうか、じゃあ坂本城のことに話を戻そうじゃないか。そうそう、その話だったのだ。その後、坂本城は信長配下における僕の近江の国平定事業の拠点となったのだ。特に、北近江の浅井長政が信長との敵対を深めるにつれ、坂本城の重要性は増したのだ。僕は坂本城から琵琶湖に船団を出して、湖北の浅井勢を湖面から囲み、襲撃したのだ。さらに、湖南には同じく信長と敵対を深めていた足利義明方の砦があったのだ。石山砦や今方田砦のことだな。そうなのだ。これらの砦も琵琶湖の制海権を駆使して攻め落としたのだ。こうして僕は湖北と湖南を概ね手中に収めることに成功したのだ。その後も坂本城の存在は近江の国における反信長勢力への抑制力であり続けたのだ。この天正3年1575年頃から光秀は織田氏の重臣として扱われるようになる。それから僕は信長に丹波の国攻略を任されることになったのだ。天正3年10月、僕は坂本城で兵を整え、荻野直政の黒井城を攻めたのだ。第一次黒井城の戦いだな。丹波の国州の過半数が僕の味方について、戦いはこちらの有利に進んだのだ。まあ、油断したところを味方の裏切りにあって負けてるけどな。とにかく、翌年1月に戦いを終えて僕は坂本城に帰還したのだ。その後は信長の命令を受けて機内を転戦し、丹波の国攻略は保留状態になってたのだ。その年の11月、坂本城で僕の正室、ひろ子が成仏したのだ。同じ頃に、僕は再びの丹波攻めに備えて南端の亀岡盆地に城を築くことを決めたのだ。その亀山城が完成した翌年、天正7年1579年の7月から8月。第二次黒井城の戦いにおいて、今度こそ僕は勝利を収めたのだ。丹波の国をほぼ手中に収め、亀山城はそのまま丹波支配の拠点となったのだ。つまり、この時点で光秀は坂本城と亀山城の城主を兼任することになったんだな。その通り、信長から近江と丹波の二国を任されていたことを意味するのだ。天正10年1582年、本能寺の変から山崎の戦い。僕の人生最後の大舞台となった11日間の戦いでも、坂本城は僕と共にあったのだ。亀山城から出陣し、本能寺で織田信長、二条神武所で織田信忠を討った僕は、混乱する京都の治安維持に当たった後、安土城を目指したのだ。けど、琵琶湖から南に流れ出る瀬田川の橋が焼き落とされ、橋止めを食ったのだ。瀬田橋が通れなければ琵琶湖を迂回することになるけど、時間に余裕がなかったのだ。僕は仮設の橋を架けるまでの3日間、坂本城で諸大名の調略に努めたのだ。まあ、結果は芳しくなかったけどな。山崎の戦いで秀吉に敗れてからも、僕は体勢を立て直すため、坂本城を目指したのだ。で、その途中で百姓の内武者狩りにあってあっけなく生涯を終えた、と。あっけなくは余計なのだ。僕は最後までできる限り手を尽くしてたのだ。そういえば、僕が没してから坂本城はどうなったのだ。なんだ、自分の城のことなのに知らないのか。幽霊になってからも、なんとなくあの辺りは避けてたのだ。お前、僕のことを研究してるなら知ってるのだ。教えてほしいのだ。そうだな。豊臣政権下では丹羽長秀、杉原家継ぐ、浅野長政と城主が変遷したが、最後の城主となった浅野長政が大津城を築城したことで、坂本城は廃城になった。琵琶湖の海運が京都ではなく大阪を目指すようになって、拠点も移ることになったんだ。坂本城の資材は、石垣を主として大津城に転用されたから、遺構はほとんど残ってない。そんな。ちなみに、その大津城も徳川政権下で廃城とされてな。建築物の一部は、是々城や彦根城に転用、移築されたそうだ。戦国時代の城はほとんど現存してないし、坂本城も残ってるとは思ってなかったけど、そんなに早く廃城にされてたなんて、なんだかショックなのだ。まあ、謀反人が建てた城だからな。
用済みになったら残しとく意味はないだろ。他の廃城になった城と比べても、近現代において注目されてこなかったようだが、それも、江戸時代以降に形作られた弱族光秀のイメージが強いからかもな。じゃあ、坂本城がどんな城だったのか、現代には全く伝わっていないのだ。いや、昭和54年1979年から断続的に発掘調査が行われてる。やっぱり、僕の評価が見直されてきたことで坂本城も注目を集めたのだ。残念ながら、ただ単に宅地開発や市街地化のための調査の一環だな。なんだか上げて落とされた気分なのだ。まあまあ、近年になって光秀の評価が見直されてきてるのは事実だよ。そもそも、弱族のイメージは江戸幕府が広めたと言っても過言ではないからな。本能寺の変の後、家康が伊賀越えなどの新さんを舐めさせられたことがその要因だ。徳川士官や、信長の絶対評価が見直されるにつれて、光秀のイメージも向上したわけだ。ふん、なるほどなのだ。まあ、それならそれで悪い気はしないのだ。お、機嫌直ったな。それじゃ話を戻すが、昭和後期からの発掘調査によって、坂本城のある程度の城郭構造は推定されたんだ。特に、琵琶湖に本丸を突出させた水城としての構造が特徴的だな。この構造は、後の大津城や是々城にも共通してる。坂本城を参考にしたのかもな。えっへん、僕こそ、琵琶湖の騎士のパイオニアなのだ。おう。ちなみに、本丸のものと思われる石垣は、現代では琵琶湖に水没してるんだ。そのおかげで、宅地開発や市街地化の下敷きにならずに済んだとも考えられる。他の部分は全く残っていないのだ。焼け跡や調度品などの遺物は発掘されたが、そのままの形で見つかったものは少ないな。地上に遺構がほとんどないことで、幻の城なんて言われてたくらいだ。幻の城、なんだかかっこいいのだ。はいはい。だが、2020年代に入ってから新たな発見もあったんだ。2023年10月、新たな宅地開発のために大津市が調査を行っていた。その調査で、地上部分にあたる三の丸と思われる遺構が発見された。高さ1メートル、長さ30センチメートルにわたる石垣と、幅およそ8メートルの堀だ。おお、それは城の外郭を構成する部分なのだ。ああ、実は、それまでも大津市によって城の外郭の位置は推定されてたんだが、発見された三の丸外郭は、推定位置よりも約100メートル本丸側によっていたらしい。そうだ、いいこと思いついたのだ。僕が坂本城の当時の範囲を完璧に教えてあげるのだ。二通りの位置をお前が発掘すれば、世紀の大発見となること間違いないのだ。お前は歴史学者としての名誉を得て、僕は物本の光秀の幽霊だと証明できるのだ。いや、一般人が発掘させてもらえるわけないだろ。そもそも、本丸跡は企業の私有地だし、二の丸三の丸跡も市街地だからな。城址公園だって当時は湖面だった埋め立て地にあるくらいだ。そう簡単に手は入れられない。そっか、残念なのだ。それはそれとして、大丈夫なのだ。せっかくの新発見も宅地開発で埋もれたり、破壊されたりしたら台無しなのだ。そのあたりについては、大津市で説明会があったみたいだな。私有地、民間開発との兼ね合いの中で文化財を守れるよう議論を重ねるとのことだ。ちなみに、この説明会には2000人もの歴史ファンが集まったらしい。そうなのだ。えへへ、僕ってば人気者なのだ。まあ総じて言うと、これからの大津市の歴史事業に期待ってとこだな。ふふふ、楽しみなのだ。